シーバスがね東京湾から激減したんじゃないかというね、えー、それはあの水産の方があのこの間、えーえー、来てて、えー、言ってました巻き網だよっていう話をしてました、ねえー、シーバスだけじゃなくてサワラもいなくなりましたよ乗り合い線だーて出てあんだけね羽田空港の前なんかあれだけ乗り合い線いっぱいいたのに行っても見なかったですね俺4日間いたんですけど 行っても見ませんでしたで出しても10人ぐらい乗っかって出しても23匹しか釣れないからっていう話でした。東京湾シーバスもう全くいない状況から変わって今週の潮回りでやっとぽつぽつね始まったみたいでございます。今年はね 東京湾から一匹も芝生いなくなったんじゃないのっていうぐらいねおでこ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 がずっと続いてた、えー、そんなところでございました先週えっ、ー、とねあのビッグラベイトでポンポンってこう簡単に取れちゃったのねただその時はやっぱりみんな連れてなかったのよでえー、試合愛も全くなく ねえー、だったのがやっとねポツポツみんな釣れるようになり始めたかなでもね今時間帯だけだからね先週っていうか、まああのー、3日4日前まで長崎におりまして長崎ね長崎は今日も晴れだった、ねえー、スーパーしかもドッピー感いないねえつい日よりんですよ ね、ただあの初日風強くてですね一番釣れるって言われてたところに、えー、船で入ることができませんでしたで反対がねまあまあしょうがないから港で出たその周りのあたりだけはとの風がないんでその辺だけやったんですがなかなか釣れませんでしたねさあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方がですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね時間にお答えしてあの村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですねぜひご入会をよろしく。